あれ、ドヒー、ドヒー、ドヒーいないのか？ここにいるよ。声が聞こえた。気のせいか？あれ、ここにいるのに見えてないのか？もしかして僕、透明人間？だったらいたずらしてみるか。頭に乗ってんま、ハフミフミフェスティバル。なんか乗ってる。目には見えないけど、なんか乗ってる。バレてない。やっぱり、透明人間になってる。じゃあ、コンビニに行っていたずらだ。客が来ないな。来てるのがバレてない。よし、いたずらだ。うまい棒の値段を1万円にしてる。さらには、ねるねるねるね盗んでやる。商品が動いてる。どういうこと？お金も取り放題。1万円が浮いてる。疲れてるのかな。やったー、1万円盗んできちゃったよ。コンビニのお金がこの家に。どういうことだ？なんだこのお金は。警察だ、逮捕する。何もしてないのに。どうやったかわからんが、この金取っただろう。なんでそうなるの？僕のせいで捕まってる。学校到着。悪さし放題だ。ペッカン君の髪の毛むしってやる。髪の毛急にちぎれたんだけど、どういうこと？あ、先生来た。みんな着席。あれ、どういう日休みか？ここにいるよ。なんか聞こえたか？まあ気のせいか。ここにいるよ。これだけ聞こえる。お化けか。ここだここだ、ここにいるよ。なんでわかんないんだ。やっぱりお化けか。悪霊退散。なんかやっつけた気がするな。それじゃあ授業するぞ。救急車救急車、こんな状況になってんだから早く救急車って。見えてないのか。あーもうダメ。あー本当にお化け。チャンネル登録よろしくお願いします。